お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今月の SBS オンデマンド11月配信作品のハイライトです。オーストラリアにお住まいの方なら無料で世界の映像コンテンツが楽しめる SBS オンデマンド。今月のハイライト、シドニーチームの平林純子とメルボルンチームの尾道ケイトがお送りします。世界の作品を無料で楽しまないのはもったいないということですので、新しくメルボルンチームに加わったケイトさんにちょっと聞いてみたいと思います。 SBS オンデマンド見てますか？すみません、見てなと言いますかね、知らなかったんですよ。はい、名前を見てからも、まさか無料だと思ってなくって。はいはい。ね、見ます。このね、生活コスト高のね、ご時世に。まさに。ありがたい存在ですが。はい、私、大阪人なんでも無料って聞いたら、見なあかんやん思ってます。ね、このコーナーが、きっかけになればということでですね、まずは今月配信が始まる7作品をざっとご紹介します。配信時期が早い順番にお届けします。過去、エミー賞を受賞した話題作、アメリカのスパイスリラー、ホームランド、ボックスセットということで、なんとシーズン1からシーズン8まで、すべてが今月1日に配信されています。そしてアメリカの犯罪シリーズ、東京バイスシーズン2、渡辺謙さんなど、海外で活躍する日本人俳優が出演しています。今月3日から全8エピソードが配信されました。そしてですね、3つのエピソードでお届けする注目のドキュメンタリーですね、ザ・ゼレンスキーストーリー、オーストラリア初公開で配信は今日5日からです。そして先月に続いて SBS のオリジナルシリーズ The Jury Death on the Staircase、 オーストラリア初公開で配信は明日6日からです。そして1980年代後半のイタリアが舞台のドラマシリーズ My Brilliant Friend Season 4、 オーストラリア初公開、ボックスセットで10エピソードすべてが14日配信開始となります。実際の犯罪を元にしたウェールズのドラマシリーズ The Steel Town Murders も21日から配信が始まります。そして残るは冷戦時代を舞台にしたスパイスリラーシリーズスパイマスターで、オーストラリア初公開、ボックスセットで全6エピソードが21日から配信されます。はい、盛りだくさんですが、ここで私とケイトさんから勝手に1本ずつピックアップしてですね、もう少し作品を紹介したいと思います。まずケイトさん、どうぞ。私はですね、今回は今日からオンエアされますザ・ゼレンスキーストーリーを選びました。 For Zelensky、It's an amazing journey. His voice didn't fit to his size because he was really small. I was not thinking about any politics. タイトルの通り、ウクライナのゼレンスキー大統領の半生に迫るミニシリーズなんですが、ゼレンスキーさんね、大統領になられる前は、政治を風刺したテレビドラマの大統領役としてウクライナの方々から愛されていたっていうのはね、皆さんね、ほとんどの方がすでにご存知かと思いますけれども、このシリーズではそんな架空の大統領がリアルな大統領になって、さらにはロシアの侵攻から国を守るリーダーとなっていくといった、その過程をね、ゼレンスキーさんご本人やご夫人、あとはご友人のインタビューなどとともに綴っていきます。純子さんは何でしょうか？はい、私はですね、6日配信の SBS のオリジナル作品 The Jury Death on the Staircase を紹介したいと思います。 I will give a true verdict according to the evidence. Is the person guilty?Somebody's got to be responsible. Guilty. 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 No guilty. Guilty. No. ジュリーとは陪審員のことですね。実際にあった過失致死事件の資料を使って、この作品のために選ばれたバックグラウンドの違う12人のジュリーが、証拠を吟味しながら人を裁く様子を追います。オーストラリアの市民権を持って選挙人名簿に登録されている方は誰でも陪審員として招集されることがあります。被告は無罪なのか有罪なのか、番組ではどのような判断が下されるのでしょうか。この作品はオンデマンドに加えまして SBS のテレビでも6日の水曜日夜8時半から毎週1話ずつ全5話が放送されます。
はい、こっちもすごく気になります、はい、ここでもう一つお知らせがありまして、 SBS オンディマンドでは日本の作品も楽しめるんですね。 SBS オンディマンドのサイトから、ジャパニーズなどとキーワードを入れて検索してみてください。今回はその中から一本紹介したいと思います。 Mary and the Witch's Flower、 日本語のタイトルはメアリと魔女の花です、うん、この森にしかなくて7年に一度しか咲かない花、夜間飛行。メアリは知らなかった。それはかつて魔女の国から盗み出された禁断の魔女の花だった。魔女の花。スタジオジブリを退社した西村義明プロデューサーと同じく元ジブリの米林弘正監督がタッグを組んで立ち上げたスタジオポノックによる初めての長編作品となります、まあ、ジブリから受け継いだね、この夢のある、まあ、なおかつ心動かされるストーリー、そして絵のタッチなんかもね、手書き風で温かいんですけれども、モダンでもあってまあ綺麗なんです。魔女のお話ですが、まさにね、魔法をかけられたかのように見入ってしまうこと間違いなしな作品となっています。おお、なんかね、魔法の力を借りたいと思う今日この頃ですから、そんな私も楽しく見たい作品だと思います。はい、はい、駆け足でしたが、今月11月に SBS オンディマンドで配信が始まる作品のそのハイライトをご紹介しました。平林純子と尾道慶太でした。 SBS オンディマンド、楽しんでくださいね。もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。